花見なんかしないよ。うん。しちゃいけないんだから。あんたたち行くわよ。いいわね。ケピ。俺はワクチンは接種する気はない。うん。なんかさ、それもさ、言ってた話だけど、もう、イギリスなんか、もう、ニッチもサッチも行かなくなって、もう、全員一回コロナにかかるしかねえって言ってるもんな。俺さ、6日間さ、放送しなかったことあんじゃん。食らってひっくり返ってたんだよ、俺、あれ。アマースって何？みーちゃん。ゆかの家なんか地震で潰れちまえばいいのに。タンスの下敷きにでもなっとけよ、おめえは。もう一発来いよ、おめえんところよ。オリンピックやらないでほしい。いや、やらないでほしいっていうか。ねえ。まあ、勝手にやりゃいいんじゃねえの。東京の話だし。マーブルチョコ、いつもありがとう。おはよう。いや、それはやる方向で言ってるよ。あくまでも。もちろん。でもよ、あれだな。なんか中国すり寄ってきてるな。中国ワクチンを、なんか、無料で日本にも提供してもいいよぐらいのこと言ってきてよ。ああ。やばくてしょうがねえな。打ちたくねえな。中国のなんかな。中国ワクチンはお前が打て。俺中国ワクチン打つぐらいだったらソ連製打つわ。うん、そっちの方が信頼度高いから。ワクチンとかウイルスとかの研究においてはロシアはな、ソビエト連邦時代からめちゃくちゃそういうの研究してたから。細菌兵器とかな。ああ。でも大阪大学かなんかでもうワクチンは出来上がってるらしいよ。ただ治験やったり承認国産ワクチンを下ろすまでの時間がかかるだけで、日本はほら国産ワクチンでは苦い思い痛い思いがしてるからさ、いろいろと薬害系でな。厚生労働省がなかなか認可を下ろさねえね、うん。でも地味に治験はやってるみたいよ、今。
阪大で。だから、ファミマのプレミアカレーだろ。だから、あれ売れてんだっつう。俺は今日は買ってきたのは、ファミマの牛丼と、また牛丼かよって言うなよな。牛丼と、あと、たこ焼き。しかも、たこ焼きも2種類あるんだよ、ファミマはよ。8個入りのやつと、あれ何個入りだ？あれ。18個入りか。俺は、12個入りの方買ってきた。ちっちゃい方の。船型みたいなやつ。こんなたこ焼きだら、たこ焼き祭りしたくねえから。レコパが言ってたけど、レコパ全然俺には連絡ないよ。俺今連絡取ってねえな。なんもないよ。花粉が飛んでるから、体が若干だるいだけ。アレルギーだから。でよ、しかもよ、なんていうの、表出るとマスクすっから息苦しいわ、鼻ずるずるだしよ、目は涙目だしよ。そうそう、だから桜がバシッと咲いてくれりゃもう杉の花粉とかも終わんだよ。まあ、いろいろと問題が山積みですね。ジャパニーズは。給付金出なかったらルンペン。いや、そんなことないよ、ウロさん。あれよ。キャスのねコインがあるから、頑張ってみんなコイン投げて、俺も頑張るから。ジャパニーズの一番の問題は何でしょうか？自民党内の派閥のパワーゲームが終焉を迎えてるからじゃないかな。自民党ってね、ずっと自民党政権でいいわけよ。別に。それはそれでいいんだけど、派閥の自浄作用ってあったんだよ。昔は。自民党内でも、やり合ってたから、派閥同士でね。でも今、派閥の力がどん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 衰えてってるから、まあ、かといってな、立憲に、じゃあ、この国の、でも小選挙区になったからねって、
なんかね、ジャーナリストとか中選挙区がいいって言う人もいれば、どっちなのかね。いや、だからそこなんだよ、マスカラよ。怖いもんだってよ、立憲は。ああ。大丈夫なのかよ。民主になんか入れてないよ、俺は。ネルがだって、区議会議員だろ？品川区議じゃないの？そうだよな。あ、でも、そうか、品川区の中にも、党があるからな。なんかさ、まことしやかにさ、実はさ、ガースがさ、アメリカ訪米終わった後に解散すんじゃねえかっていうのが流れてんだけど。そのタイミングでやるかな。いや。その可能性はあるとは思うけどね。ゼロではないな。岸田じゃねえと思うけどな。まあ、今一番勢いあるのは河野ちゃんだよね。やりすぎぐらいやってるよね。もう周りがもう、ドキドキハラハラだから。河野太郎か？だから石破は目がないんだって言ってんじゃねえかよ。前から俺言ってんじゃん、12、13。一度離党したやつで総理大臣になったやつは一人もいないの。自民党は。もうそれ不文律なの。な？まあね。早くない？でもそろそろ若い方向にシフトでもいいんじゃないの？もうそろそろね。フットワークの軽いやつが行った方がいいでしょ。独裁政権はやばい。安倍ちゃんが作っちゃったからね。鼻の穴のでかさは生きるパワーだから。だから黒人とかもみんな鼻の穴でかいだろ。生命力が強いんだよ。わかる？そういうことです。頭は俺良くないから、間抜け顔じゃなくて、間抜けなんだよ。そこ、コブのり間違えちゃいけない。まあ、確かに間抜けだから顔に出るっていうのもあるけどな。
頬のたるみは重力に負けてんだよ。もう抗ってないから、俺は人生に、体も心も、うん、あるがままに生きてるから。だからノーストレス、もがかない。花ドリルってどんなやつだか今度見せてくれよ。どっかで売ってんのかよ。そういうの面白くねえから。ああ、もう小学生みたいなこと言うなよ。おっと、かずみちゃん。飲んでくださいよ。おやすみっすか。あ、だからそのアンチ攻撃食らってたなって思うけど、すぐリセットできるから俺は。うん、あの引きずらないってことね。さ、早いよ俺めちゃくちゃ。うん、長野松さん、お仕事行ってらっしゃい。歌を聴いて泣くんだろう。ああ、涙はいくら流してもいいと思うよ。泣けないやつって多分どっかで爆発するんだろうなって思う。爆発したくないから。だから俺映画とかも結構感動系の映画好きなのよ。いや、昔からだよ、俺は。うん。年取ったからっていうわけじゃなくて。うん。だから高倉健の映画とか好きなんだよ。ポッポ屋とかさ、あなたへとかさ、居酒屋長司とかさ。ああいうなんかさ、人間ドラマが好きなのよ。ああ、山田洋次系、あと古畑系も好きだよ、俺。うん。いや、鬼でんばらされて泣いたんだね。別に、俺と同じぐらい鬼でんかかってくるからね。来てたからね。まあ、ブロックしたけどね。用事ねえし。古畑ってそれじゃねえよ。降りる旗。うん。もう、何も知らねえんだな。映画見てねえだろ。本当よ。そう。その字書くよ。うん。消枝さん、小枝さんか。うん。ね、今ね、途中まで見たんだけど、太宰の人間失格見てる。うん。
いやいやいや、それは俺も人間失格だけどよ。いや、あれはそんなに高等な作品ではないよ。女を次から次に食いまくるやつだ。そう。心中させちゃったりな。まあ、でも実際問題、太宰は持ってたからね、当時。最後あれだろ？三鷹がどっかで入水自殺だろ？ね。なんだろうな。やっぱり、そういうさ、ちょっとこう、小説家って、破壊的なんだろうな。ああいうタイプの。ドストエフスキーとかさ、ああいうの好きそうだもんな。監督では映画は選ばないの？いや、俺はランダムに見る方だから。持ってた経験がないってどんな感じ？いや、大正解じゃないかなって思ってる。罪と罰。ああ。自虐的だよね。まあ小説家は、なんだろう。なんか多分普通の人が考えねえこと考えてんだろうな。ああ、でもね、小布施ね、みんなね、生まれた時点で罪は背負ってると思うよ、何かしら。間違いなく。俺はそう思ってるけどね。いや、その前科持ちとかそういうことじゃなくて。だって死に向かっていくんだから、生まれた時から。誰でも分かってるわけだからさ。死なない人はいないんだから。永遠なんてないっていうか。死を意識している人はしてないやつよりいいですな。俺ちょろちょろこんな本読んでんだよ。結構分厚いからね。
人は必ず死ぬ。だからこそどう生きるべきか。まあ、そうだな、40はね、まだね、便器マンね。まだ全然ね、未来を考えない。だけど、50過ぎると考えるで。あと残りいくら、何年かなって考える、一瞬。だってよ、よくよ、人生100年時代とか言ってっけど、100年なんか生きる人間なんてごくわずかだからな。大概70後半ぐらいで死ぬからな。あと25年ぐらいか、俺。そうでしょ？77で死んだらよ。いや、そこまでたどりつけるかどうかもわかんねえからさ。まあ確か、はるちゃん、健康ならな。患って、長患いはちょっときついよな。長生きしたいっていうか、だから、ハロちゃんが今言ったのと一緒だよ。長患いはしたくないだけよ。だから行くならぽっくりちゃんだろうな。寝たきりには俺はならないよ。三脚じゃねえんだからよ。な？60で行くと決めてる。そうすると、だからそうやって決めると、まあそこで本当に行くかどうかわかんないけど、決めると、プランは立てれるよな。今、千両がさ、いくつなのかわかんないけど、こう、今年はここまで、こういうことやって、こうやってって。緻密に計画を立てれるよ。それより長く生きたら儲けもんだからな。だからそうなんだよ、だから。だから、そうすると、プランが立てれる、立てやすい。だからそこで死ぬかどうかわかんねえよ。今日のやることとかさ、今月やることとかさ、今年夏までにやることとかさ、今年一年やることとか、自死する。ああ、でもね、プランを立てれる人は自死は絶対しない。ノープランだから自死するんだよ。お金取ってきます。と、俺は思うけどね。自分の設計を図が描けれるやつは、自死はしない。